石の養蔵の書、漢詩を書にしたものもあり、あるいは漢詩の一部から抜き出したものもある。これかなり大きな紙に書いているけれど、写真では紙の大きさが映らないんで、分かりにくいのが残念である。中性星間、これは地上では虫の声がし、空には銀河が輝いているという意味で中性星間と書いた。虫三つで虫、虫一つでも虫と読む。この大きい紙に書いているんで、なかなか迫力があるが、それを皆さんに理解してもらえないのが残念である。現物でしか迫力は理解できない。写真ではちょっと難しいと思う。こんなに大きい、こんなに大きいの。あ、そうか、横か、横の方が多いのか。あ、縦の方が多い。多いやろ。縦の方が多い。これは秋千里と書いてる。ちょっとぎこちない字である。流れるようなムードはない。前の書のような流れるようなムードはない。これ2200何十年前に秦の始皇帝が国を統一した時に、また文字も統一したその字である。秋千里、千里というのは非常に広い範囲、全部が秋になったという意味で、秋万里でもよい。乾坤秋、乾坤の秋でもよい。天地の秋でもよい。同じような意味である。次は水村精鋭。水村というのは、まあ、漁港、漁港のこと、水村、あるいは漁港のある村のことに、空に星影がある。水村精鋭ということである。あっち置いといてくれ。これもあっち置いといてくれ。終わったやつ。次、風刺、たちまち怒る。風刺というのは雷のこと。雷がたちまち怒るというのは、光って、ピカピカって光ってドドーンと音がすることを風刺、たちまち怒るという。風刺というのは雷さん、雷のことやね。はい、
次はちょっと理解できないが、破損というのはまあポロッチ家の窓が破れているというのを破損という。破損量、これ数社万国というのはいっぱいという、数社いっぱい。まあ今の家ではそんなことはちょっと想像できない。窓が破れている家なのかな。うちの家なんか積水ハウスなのか、窓は全然しっかりしてる。しかし昔のボロッチ草吹きの家ではだいたい紙の窓やあんなんが多かった。だからそんなん破れている。破れた窓で風が入ってきて涼しさがいっぱいであるという意味に返してほしい。破損量万国。国というのはまあ物の量の単位、万はたくさん、だから涼しさがたくさんあるという量万国という、ああ難しい言葉である。次はまたちょっとおどけた字で、おどけた言葉で、破損というのはこれ破れた窓。その次、眠りて高校と書いてある。高校というのはそこに花という字があるように、いびきを吐くことを高校という。高でいびきやけど、高校いうのはまあ立て続けにごついびきを吐くことを高校という。なき破れ窓の家で眠っていびきを吐いている。破損眠りて高校。はい、次。万歩、月早々。万歩というのは夕暮れの入り江。月早々、月が青々と照っている。この青いという右下に点々があるのは、青青という意味で、2字続けるとき、小では点々としたら、字が2つ続いたということになる。万歩月早々、夕暮れの入り江に月が青々と空にある。これを万歩月早々という。次は酒いたりはいたれば、これ戦後と書いてある。戦後というのはだいたい仙人が住む山奥の里、これを戦後という。酒いたればということは、酒を飲めばこれ戦後、酒を飲めばなち戦後におるようになる。酒いたればこれ戦後と書いてある。まあ酔っ払いが酒飲んだらもう天国に行ったような気持ちになっている、まあそういうふうなことに似ている。はい、次はなかなか難しい字である。2000何百年前にの字である。西風牛杯と書いてある。西風というのは西の風という意味、西風という意味。西風というのは秋の風を表す。西風、秋の風の吹く中で
牛の背にまたがっている。ということである。以上、終わり。フォー君は、はい、一応日曜日と月曜日を仕事の休みの日にしているが、はい、長い目で見て日曜日と水曜日を仕事の休みとするようなことはできないのかいな。それは難しいです。はい、はい、どこの委員でもその委員の都合で、はい、日曜日と木曜日休みのとこもあるし、木曜日はやる代わり、はい、日曜日と土曜日やるようなところもあるし、はい、すいません、それはちょっとお客さんの都合で絶対 できない。あ、そうか。はい、本当はそうしたいんですが、はい、うん、はい、本当はそうできたら、そうですね、練習ももっとできるし、はい、練習がもっとできたら、このやつをほんまにうまくなったら将来の仕事にすることもできるけれど、先生が見るところ、まあ、あなたの居合の先生に聞いてごらん。私この居合で将来人に教えるような居合になっていますか、言ったら無理や言うわ。多分な、99%。で、踊りの先生に聞いてごらん。この踊りで将来人に教えられるようになりますかって聞いてごらん。無理や言うわ。だけど先生の武道は他にないから、これをしっかりやったら、あとは君のやり方次第で仕事にもなる。だからそういうふうな仕事になるんならば、今から先生が元気な間に、まあ仕事をそういうふうな形にして、水曜日を空けて勉強をもっとしたらどうかと。で、先生やったらそうする。居合で教えようとなんか考えない、君の場合な。まあ、だけど先生に教えてもらう時間が短いから、なかなか難しい。はい、だからそういうふうに将来のことを考えて現在の体制を、はい、まあ月曜日のお客さんと相談して言うと、1日に、いや、まあ3人か4人言うとったな。はい、だからそういうお客さんと相談、まあ、ありますんで、すいません、もうそのお客さんがいなくなってしまうと、もう僕食べていけない、すいません、はい、そのお客さんは月曜日でなかったらあかん言うてんねんな。ああ、ごめん、水曜日でなかったらあかん言うとんねんな。はい、はい、ほんだ、例えば水曜日を半日か、はい、仕事するいうふうなこともできないんかな。それもちょっと、はい、難しい。例えば、あの練習は、あの練習は、もしもし、あの練習は夜の7時からやから、水曜日は5時までの仕事にするいうふうなこともできないんかな。あ、それも難しいです。あの、だいぶこれでも考慮してやっていただいてるんで、はい。まあそういうふうなことを柔軟に考えていかんと、はい、僕、あの、もう信用、お客さんとの信用にかかってくるんですよ。いやいや、信用だから、信用が大切だから、はい、お客さんと話し合うて、お客さんの了解や協力が得られないかというのを
お客さんと話し合うのよ。一方的にやったらな、一方的にやったらだ、あのお客さんだけの問題じゃなくなってですね、あのちょっといろんな問題があるんです。申し訳ないんですけど、はい、あの本当はそうしたいんですけど、はい、先生の武道も中途半端になる可能性があるからな、はい、先生はなんとかならんかいなと、まあ、ちょっと聞いてみて、はい、できるやったらそうするようにしよう、うん。で君は信用言うけどな、信用言うのは話し合いもせずに了解も得ずに勝手でやったらこれ信用を失うけれども、事情を話してお客さんが分かってくれて、ほんなら協力してあげようかと言うてくれたら何にも信用と関係ない。むしろそういうふうにやったら信用が増す、はい、ということはまた分からんといかん。あのもう全部分かってることなんです。はい、あの本当に開けれないんです、ごめんなさい。あのこっちの手前がありまして、あの申し訳ないんです、本当に開けれないんです。はい、まあ、まあ、まあ、開けれたら、はい、開けていきます、今後。はい、まあ、あのそんな人たち、おそらくそんな人たちはまともな仕事に就けていないから、正社員でどっかの会社でパリパリ働いているような人は君とこへ行かないから、多分半分病気で、精神的な病気、パリパリ働いてるからこそ多分夜選択していたら、皆さん働いてますんで、はい、もうその時間しか開けれないという方もいらっしゃるので、すいません、はい。普段の夜は来れないねんな、はい、あのそのお客さんたちは、はい、水曜日の晩しか来れないお客さんか、はい、はい、分かった。まああの、はい、これも生き方で、はい、僕が君に今教えとんは生き方を、はい、柔軟にする、はい、もうすべて吟味してもう考えてあります、そこ大丈夫でございます。そんな、はい、僕が言いたい、考えているような男ならば宝貴君が、もっと若い時から考えとったはずや、いや若い時から、いやいや宝貴君、僕の言うこと言って、はい、若い小さい時から、あるいは、もう過去のことはもう忘れて、いやいや、しっかりやることは、いや、過去があるから現在があんねん。はい、だから失敗が分かっているので、もう今は、はい、だから、過去、はい、あのそういうふうな、今よう考えているつもりでおるけれど、君は。はい。実は考えていない。はい。あの、飯田君も考えていない。はい。考えていないから、飯田君も。今穴になっている。この間から考えているように、60歳になったら、あ、ごめんなさい、会社の定年になったら 60% が、君パーセント言ってまた分からんやろうけれど、100人のうち60人が仕事がない、そのうちへ必ず入る。で、彼はそれを考えていないから今の生活でいいと思う、思っている、はい、それ彼は決してバカで、今生きていると、自分は賢く生きていると思うけれど、はい、横から見たらちゃんと道が決まってしまっている、はい、僕らから見たら、あのとにかく、あの開けれる理由がもうとにかく僕はもうないというところでご了承いただければ助かります。本当にあの開けれないんです。あの開けようと思っても開けれない、僕の事情がどうしてもあの本当にあるので、はい、よいしょ、分かった、はい、うん、はい、あのだからといって別に武道頑張らないって言ってることではないですから、そこは、はい、あの自分なりの頑張りで、はい、うん、やっていきますので、はい、分かった、はい、はい、申し訳ない。